クルトワがゴールキーパーバロンドール取れないってなって言ってました。クルトワがバロンドール取るにはどんな実績必要になると思いますかワールドカップ優勝して CL 優勝とかそんなんでしょうね。確かにそうだね。野心とかまで遡んなきゃいけないのかなキーパーのバロンドールって。皆さんが監督でクルトワとベンゼマーどちらかしか使えない場合どちら使いますか今のマドリーだったら、ね、ケーラ・ラバスとかいないからクルトワですかね。ベンゼマーのところはこっちの調理法でなんとかできるけど、でもベンゼマはベンチに あのお金でその場合は本当にベンゼマもどっかで幸せにプレイしてほしいです。そのぐらい両方とも出なきゃいけない選手だと思いますね。うわあ、決まんないんだすごっいや、今、クルトは素晴らしかったですねマネ。マネは当たり前というか、見ての通りだけど、いや、すごいな、マネの。いや、決まったと思っただろうね。クルトはすごっいや、でも今、本当、 CL 決勝プレーの連続でしたね。決勝レベルのプレーの。クルトワビルドアップずっと不安だけど、案外大やらかしたことない冷静なんですよね。自分のできることとできないことの線引きがめちゃくちゃうまいですよね本当。クルトワって本当、キーパーに一番向いてる性格だと思うな。サイコパスって冷静だもんね。いやでもリバプールペースになってきたな。止める。うわー、決めた。これ決めたろ。うわー、クルトワ。 すごっいや、今のはすごい絶対決めたと思ったのこう整体入れて、軸足の方から持ってきて。すごっクルトワやばイガーナティ君分析ありがとうございました。リ太さん的に一番の u v p はやっぱりクルトワですかですね。うん。クルトワとベンゼマじゃないですか。でもクルトワかなまあでもまあ誰って言う,う普通にね、 カルマハルとかもすごかったしね。でもやっぱり誰か一人選べって言われたらクルトワでしょうね。